回集合。数学のより限定的に言えば位相空間論における回集合。回集合は実数直線における回区間の概念を一般化する抽象概念である。最も簡単な例は距離空間における場合で、そこでは回集合はその各点においてその点を中心とする球体を少なくとも一つ必ず含むような部分集合として定義される。 部分集合が解であることを、それが境界点を一切含まないことと定めても、同じことである。しかし、一般には、回集合は、非常に抽象的なもので、回集合の任意個の合併は、回集合である、回集合の有限個の交わりは、回集合ある、全体空間は、回集合であるという性質を満たす限りにおいて、任意の集合族を開け、集合族とすることができる。 これらの条件は極めて緩く、そのため開け集合族の選択は並外れて柔軟性を持つ子ができる。その極端な二つの場合として、任意の部分集合が開け集合である、離散位相と空集合と全体集合以外に開け集合のない密着位相を上げることができる。しかし実用上は実数直線における、 回区間のようなものを開け集合として選ぶのであって、回集合の概念は、位相空間における点の近さについて、距離の概念を用に定義することを必要とせずに、述べる方法を提供する基本的な道具立てである。開き集合族がひとたび決められたならば、近さの概念を言い表すのに用いられる、連続性、連結性及び、コンパクト性がそれら回集合を用いて定義され、 空間に対する回収合族の選び方の各々は、位相と呼ばれる、位相の特徴付けの項も参照せよ。開き集合及び、それを含む位相の概念は天収合位相において、中心的な重要性を持つものであるが、数学の他の主要分野における構造化の道具としても用いられる。そのような位相の例には、大数期科学におけるザディスキー位相。 代数多様体の代数的特性を反映するや、微分位相器科学における多微分多様体上の位相空間内の各点が有限次元、ユークリッド空間内の階級体に同情な近傍を持つなどがある。直感的には、回収号は2点を区別する方法を与える。例えば、位相空間内の1点について、もう一つの相違なる点を含まない回収号が取れるならば、 それら2点はという。このようなやり方で同じ位相空間の2つの集合が近いということをその空間上に具体的な距離関数を定義することなしに言及することができる。したがって位相空間は距離空間の一般化とみなすことができる。実数全体のなす集合には自然なユークリッド距離2つの実数の違いを測る関数がある。これを用いて 与えられた実数に対して、その実数の近い点、つまり、与えられた実数をとして、からの距離が内にあるような点全体のなす集合について述べることができる。本質的に、と以内にある点は、の精度でを禁じするものである。着目すべきは、を常に保ったままをより小さくしていけば、おより高い精度で禁じする点が得られることである。例えば、とすれば、と、うちの距離にある。 点全体は、ちょうど開け区間に属する点、つまり、からまでの任意の実数の全体になっている。同様に、とすれば、と、うちの距離にある、点全体は開け区間に他ならず、明らかにこちらの点の方がの場合と比べて精度が、高い。このように、をどれほどでも小さく定義すれば、の近似の精度は、どれほどでも、高くできる。 特に、回区間の形の集合はの近くの点に関する、たくさんの情報を与えるものとなる。そこで、具体的なユークリッド距離の代わりに、このような集合に近い点の記述に用いることが、できる。この画期的な考えは、後半にわたって、重大な結果を持ちたらす。特に、を含む、ではない別な種類の集合の集まりを定義することで、と、他の実数との距離に関する、 異なる結果を求めることができる。例えば、そのように、距離を測る集合はのみと定めれば、を禁じする制度は、このただ一つなのであるから、のもとである任意の実数がに近い、ある意味では、と任意の実数との距離がであると思えるということになる。このような測り方はつまり、に入るならばに、近く、に入らないならばに近くない、という二択条件と考えればよい。一般に、 の禁似に用いるを含む集合族として、近傍形について言及することになる。開き集合は、近傍形のもととして現れてくる。実は、これらのことは、実数の集合に限らず任意の集合に対して、一般化することができる。その場合、集合の与えられた点に対しての禁似に用いるの周囲の、つまりを含む集合の属を定義することができる。もちろん、 そのような属は、公理と呼ばれるある、種の性質を満足するようにしなければならない。そうでないと距離を測る方法が、きちんと定義できない。例えば、に属する任意の点和を何らかの精度で禁じする、はずであるから、は、当該の集合族に入っているべきものである。ひとびを含む、より小さい集合を定義し始めれば、 おより高い精度で禁止するようになるといったようなことを念頭にの周りの集合族が満足することが求められる他の行理も定められている。回集合の概念はその抽象性の度合いも含めて様々なクラスに対して定式化することができる。以下にいくつかを挙げる。次元ユークリッド空間の部分集合が回であるとは任意のに対し実数が存在してとのユークリッド距離が より小さい任意の歯も満たすようにできるときに言う。あるいは同じことだが、の部分集合が解となるのは、の各点がに含まれるうちの金棒を持つときである。距離空間の部分集合が解であるとは、任意の点に応じて適当な実数を選べば、なる任意のに対してとなるようにできるときに言う。同じことだが、が解となるのは、の各点がに含まれる金棒を持つときである。これは、 ユークリッド空間の例を一般化するものである。ユークリッド空間にユークリッド距離を入れたものは距離空間である。一般の位相空間において、回集合としてはほとんど何でもありで、下敷きにする集合が同じであっても開け、集合族として選ぶものが異なれば、位相空間としては異なるものとなる。集合とその上の部分集合族に対し、が、上の位相、または、 回集合形であるとは。回集合の無限個の交わりは、回集合とは限らないことに注意すべきである。例えば、正の整数に対するの形の回区間すべての交わりは一点集合であり、これは実数直線内の回集合ではない。開き集合の加算交差として構成することのできる集合を引く集合と総称する。このような回集合の位相的定義は、 距離空間における回集合の定義を一般化するものである。距離空間において上のように開け集合を定義すれば、その回集合全体のナス族はその距離空間上に位相を定まる。従って任意の距離空間は自然な仕方で位相空間となる。しかし任意の位相空間は距離空間になるとは限らない。回集合からなる有限。 または無限個の族の合併は、再び階となる。有限個の階集合からなる、やからの交わりは、階集合である。階集合の、位相の定義された、全体空間に対する補集合は、平集合と呼ばれる。階でも平でもある集合、平かつ平集合も存在しうる。空集合及び、全体空間は平かつ平集合の例となる。階集合は、 位相空間論において基礎をなす重要性を持つ。開き集合は位相空間や他の位相的構造の定義に用いられ、近さの概念や距離空間や一様空間などの空間における収束性に意味を持たせる。位相空間の任意の部分集合は必ず開け、集合、空集合でも良いを含むが、そのような回集合の中で最大のものをの内部と呼ばれる。 の内部和に含まれる回集合すべての合併を取ることで構成できる。実数直線上の回集合は、それが加算個の回区間の非行和となるという性質によって特徴づけられる。与えられた集合が開け集合かどうかは考えている位相に依存する。極めて誤解されにくいことよりも極めて簡潔であることを選んだならば、位相を備えた集合に言及する際に、 位相空間と言わずに、位相的な情報は、すべてが持っているにもかかわらず、位相空間という。今、同じ集合上に二つの位相が存在するとすれば、その部分集合が、一方の位相では解だが、他方では解でないということが起こりうる。例えばを、任意の位相空間とし、和の任意の部分集合とすれば、自身も、部分空間の位相と呼ばれる位相によって、位相空間となる。 相対位相は、の部分集合が解であるには、がの、元々の位相に関する解集合ととの交わりにかける、ことが、必要十分とするものである。これはの解集合でない部分集合がの解集合となる可能性を持っている。は、元の空間の位相で解となるが、は解でないものとするとき、は、相対位相での解集合だがの、元々の位相では、解でな部分集合である。 このことの具体例を挙げれば、お開け区間に属する有理数全体のなす集合とするときは、有理数全体のなす空間の解部分集合だが、実数直線の部分集合としては解でない。これは、実際、全体空間をとするとき、各点に対し、正の数が存在して、との距離が、以内のすべての有理点がに入るということ。他方、全体空間をとするならば、 どのようなをとっても、正の数での以内にあるすべての未点画に入るようなものは存在しない、は、有理数でない数は含まないからということによる。位相空間の部分集合は、回であるもの、平であるもの、平かつ平であるものもあるし、回でも平でもないものもある。例として、実数直線に、通常の位相を入れたものを考える。これは、以下のようなものである。 実数からなる任意の回区間は回集合であり、そのような区間からなる任意の合併もまた開け、集合であ。例えば、そのような回区間の合併は、両区間が交わっても交わらなくても回集号になる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。